息を吸って吐く。そんな当たり前のこと、誰かに教わらなくても毎日繰り返してる。歩き方も喋り方も食べることも、いつの間に覚えた？人はいつか死ぬ。小さい頃誰かに教わった。当たり前のことを人は自然に覚えたり、誰かに教わったり、人を好きになる、愛し合う、それは自然に覚えた、誰かに教わった。きっと答えには気づけなくていい。だって毎日に夢中だから、息してることさえ忘れてるんだ。食べてるって。本当？そんないちいち飯食いにそっち行ってらんないよ。電話迷惑だと思ってんだろ。それは自然に覚えた。だから母ちゃん、迷惑とかじゃなくて。誰かに教わった？だったら何だろう。きっと答えには気づけなくていい。だって毎日に夢中だから、息してることさえ忘れてるんだ。天然水エブリボール新発売。聞いてる？分かった分かった。じゃあね。3月らしい朝になりました。野宮さん、この前の健康診断の結果が出てます。ありがとうございます。野宮さんはステージ4です。
このまま病状が進んだ場合、余命は。そうでしょ、達也、達也、坂本達也、寺の息子で北高の達也。え、マジ超久しぶりじゃん。今何してんの？俺ね、全然ニート、遊んで暮らしてるわけ。もうそんなのいないで早くこっち来い。ちょうどよかったよ、ほらこっち来い。目まぐるしく回る毎日を泳ぐんだ。はい、行け、はい、イケメン一人拾ってきました。え、なにいや、もうそろそろ時間かなって思って。まさか、全然これからっしょ。はい、私の親友、野宮徹が歌います。いや、待って、みんなで歌おう。みんなで一つだよ。行こう、行きましょう、もう一個、明日からまた日月か、ほら、水木回って金土日は、ほら、ゴールちゃんと歌えよ。生きていこう、ほら、幸せが逃げていくぞ。どうせ俺はもう死ぬから。死ぬ？え？今日告知されて、転移もしてて、早くて3ヶ月だってさ。冗談でしょ？どういうこと？そうだよね。いや、そんな急にそんなこともないんじゃない？実はそうなんだ。だから今日は徹を元気つけようと思ってここに呼んだ。俺には何もしてやれないじゃん。だからせめてこうやってバーッと明るくさせてやりたいだろ。なそうだろ。バーッと行こう。な、本当に？な、立て。俺その暗い顔すんな。お前まだ生きてる。私もう一曲歌っちゃおうかな。おお、そうじゃね、歌っちゃおうよ。ほら、なんか頼んで。歌っちゃおうよ。欲しかったんだけどね。俺あっちにチャリ止めてるから。あ、なお前あと3ヶ月って本当に短いの？俺終電まだあるから。待てって、終電までの数分と残り3ヶ月どっちが大切だよ。なあ、これからさ、お前がやり残したこと一個ずつやってやろうぜ。ああ、まあスカイダイビングしたいとか、ピラミッドに登りたいとか、忘れたの子にもう一度とか、なんかあんだろ、心躍るようなさ。別に俺そういうの一つもないから。っていうか今さら何やったって無駄だし。あ、セミ、ちょ、おい、こっちか。ほらこれカウントダウンアプリ、残り3ヶ月でセットしたから、これがゼロになったらお前の命も終わりってことな。
人の命バカにすんなよ。バカにしてんのはお前だよ。これってそんな無駄な筋か？簡単にビルの屋上から捨てれるようなさ。なあ、カウントがゼロになるまで好きにやろうぜ。もう今も目の前にチャンスがあったんだぞ。グルードの恋がそこにあったかもしんないんだぞ。だから俺そういうのを、タイプじゃなかったかもしんないんだけどさ。いやそうじゃなくて、誰かを好きになったりとか、もともとそういう気持ちわかんないから。はは、傷つくのが怖いだけだろ。そんなの誰だってそうだろ。人生に愛が足んねえな、お前。ねえ、久々に飲んだ今日。飲んでるの出したね。お姉さんストーン。お姉さんストーン。ねえ、終電までの数分にしたくない？別の未来に目向けない？いやそこ行こうよ。ねえ、そこ行こう。だってさ、今ちょうどいいから。それ私の。あ、これごめんなさい。いいんです、どうぞ。え、終電あるんで。あの、これすごく大事そうな本だったから、やっぱり。大事な本だと思うから。
初めて読んだ時、私もあんな風に泣きました。なんか同じ人がいると思って嬉しかったから。いいんです。伊藤凪って言うんだね、この人。14歳の女の子。14歳、すごいですよね。日常のかけがえのなさをこんな風に感じられるって。うん。病院のベッドで闘病中に書いた詩なんだって。もしかして死んだの？もう4年前かな。私も死にかけたことあって。え？18の時、なんか通りに飛び出しちゃって、すごく辛い時期だったから。あ、自殺とかじゃないですよ。本当それは事故で。でもお見舞いでその本もらって救われた。どんな毎日でも夢中でいられる。うん。実は私それ何度かなくしてて、なぜかその度にちゃんと帰ってきてたんだけど、ようやく私には必要なくなったんだと思う。聞こえました？え？あ、いや、あの…あ、いえ、聞こえてなかったんなら。今聞こえた。飲んでるよ。え？違うよ、100じゃないって、200。ああ、あ、え？ちょっと待って。やっぱ店変えよっか。でもオーダーしちゃったし。うん。ねえ、あんたさ、ねえ、相川博之に似てるって言われたことない？てか、おんじゃない？ほら、もう怖いからずっとやっててさ。あれ？なんて言われて？あ、そうだ、ファミリーポートレート見たんだよ俺。泣いた。違いますね。いや、そうでしょう。あ、そうか、今あれだもんね、引退しちゃってんだよね。人違いですって。びっくりした。そういえば名前、相川博之です。今は普通の学生ですけど。ごめん、俺そういうの疎くて。あ、これ地図です。やっぱこれだけ食べて店変えよう。あれ？やばい、まさかだな。どうしよう、超うまい。今まで食べたタコスの中で一番おいしい。どけ、邪魔だ。危ね。アボカドシリーズとチリビーン。うん、うん、おいしい。おいしいです。うまいか。おいしいです。あ、よかった。そうか、ベジタブルが一番うめんだ。ああ、食うか。作ってる。ああ、どけ、邪魔だ。ナミヤさん、何読まれてるんですか？薬よりも効く本です。副作用がなくていいわね。
藤さん、置いとくよ。あ、ありがとうございました。あ、お母さん、いつもちょうだい。うん、やぶ、早く決めて。いや、じゃあランチ一つと、うん、あと味噌乳丼ください。味噌乳丼ね、オッケー。なんだよ。あんたが顔出したってことはよっぽど困って泣きつきに来たってことだろう。違うよ。ん？あのさ、ちゃんと食べてる？ちょっと痩せたんじゃない？あんた、うん、体にだけは気をつけなきゃいけないよ。親父ってガンが見つかってからあっという間だったよな。あんたには苦労かけたよね。俺なんかより母ちゃんの方が気持ち悪っ。またそんなこと言えるようになったの。あ、で何？さっき言いかけたよね。何何？別に何なんもないよ。はいはい。もう勝手にいなくなんのよな。連絡するっつってもここしか知らねえしさ。どっかで死んでんじゃないかと思って焦りまくったわ。あ、うち来る？まんじゅうぐらいしかないけど。だよ、お前に言いたいこと山ほどあるけど、なんかもういいや。死ぬほど退屈な会話になりそうだから。坂本くん、バンドは？俺坂本くんがプロになったって聞いて、やっぱり北高の坂本達也はすごいんだって。俺たちじゃ絶対真似できない。ああ、知らない。まあ、そんなもんか。解散した。アルバム2枚出して限界。まあ、遊びの延長しちゃ大したもんだと思ってるよ。そっから先は本物のメッセージっつうの。そういうのが必要になってくるわけよ。伊藤凪って詩人知ってる？そいつの詩にとどめ刺された。すごいんだよ。死ぬ間際だっつうのに言葉が溢れ出してるんだ。俺には真似できねえよ。軽く吹っ飛ばされて自分なんて空っぽだって分かった。だから俺は俺なりの人生を楽しく暮らしていこうって決めたわけ。マジでヒロムちゃん、うん、え、あれだろ、ファミリーポートレートの。可愛かったよな。てか何そのミラクル。画像検索してんじゃねえよ。連絡先聞いたんだろ、すぐしろ。もうな、苦労が多い娘は情にもろいぞ。なんだよ苦労が多いって。引退の原因いじめだって騒がれてたし。え、若い子がいっぱい出てるドラマの主演やってさ、なんか妬みがすごくてずっといじめられてたんだって。テレビで散々やってた、覚えてねえの？ほらこれ。それで
撮影現場飛び出して事故に遭ったとか。で、そのまま引退。ああいうの、なんで大人になると難しくなるのかな。俺が代わりに誘ってやる。ちょっとラインだろ。やめろよ。痛い。やめろ。自分でやるから。よく言った。相川さん。はい。今日はもう上がっていいよ。知ってる？駅前にバイキングで行ったんだって。え、何のバイキング？ケーキに決まってんじゃん。お疲れ様です。お疲れ様です。ケーキ？そうだよ。やばくない？何時間食べ放題？今度の金曜日、よろしければお食事でもどうですか？幸せの感じ方。そうだ、写真撮ろう。そうね。なんかいいことあるといいね。うん、そうね。返事あったか。おい、どうなんだよ。返事ぐらいよこせよ。ないならもう一回送ってみろよ。おーれ。え、ちょうど金曜日バイト休みです。あ、すいません。このギター弾いてもいいですか。もしもし。おい、ハンカチ持ったか。デートにハンカチは男の武器になるからな。分かったよ。あとお前、気がついたらすぐ下向いてるから、そういうの絶対ダメ。考え事してんだよ。じゃあそういう時はむしろ上見ろ。気が晴れる。てかどうでもよくなる。でも下向いてたから彼女が落とした本見つけられたんだよ。あ、それから男が先について待ってんのが基本だからな。お前に残された時間はそういう風に使っていかないと。大丈夫。すいません。20分も前だから十分。あとお前、念には念を入れてちゃんとカバンの中チェックしろよ。あ、え？やってなかった。あそこのギター。なんすか。ごめん、なんか待たせちゃって。いえ、私が早く着いちゃって。あの、今日は誘ってくれてありがとう。あ、いや、そのあの、同じのお願いします。まだ頼んでないです。あ、ごめん。おいしい。うん、おいしい。うん、おいしいよね。あ、ご清掃もしよかった。おいしかった。ちょっと怖かった。
すいません、下がってください、申し訳ないです、すいません、すいません、すいません、下がってください、すいません、お願いします、申し訳ないです、すいません、おはようございます、おはようございます、おはようございます、今の橋野紗友子、よろしくお願いします、ひろちゃん、はい、ああ、ね、無理よ、紗友子さんよく気づきましたね、当たり前じゃない、未だに私あなた以上に名コンビを組めた女優はいないと、ほら、ファミリーポートレートの茜ちゃん、あ、茜ちゃんだ、茜ちゃんってことは、相川博乃ちゃん、そうだ、大人っぽくなって、ねえ、こっちに戻ってくる気はないの、あなたには天職だと思うけど、太郎ちゃん、はい、記念に私たち通って、いいですね、じゃあそれに、はい、あ、せっかくだから明かりもちょうだい、はい、行きますよ、はい、撮れます、はい、撮れます、はい、撮れます、はい、なんで続けなかったの？女優。またやればいいのに。無理無理。でも好きなんじゃないの？できないよ。多分耐えられない。それに今満足してるし、伊藤凪のおかげでどんな毎日でも夢中でいられる。徹さんもそうでしょ？うてもらえましたか？現状を考えると抗がん剤治療から緩和ケアに切り替えた方がいいと私は思います。トール、待っててやったぞ、な、相川博乃と手ぐらい握った、お前が投薬なと機嫌悪いのは分かってんだよ、だからこそ持ってきた、もう相川博乃と距離を詰めるには泊まりしかねえ、これ音楽のイベントに合わせてさ、なんだったら俺あと3ヶ月でどうしろってんだよ、まだまだ先があって可能性いっぱいの彼女と俺は違うんだよ、好きだって一言言ってみ、お前の可能性も広がるぞ、これから死ぬ奴に言われても迷惑しかない、いや今は生きてんじゃん、俺ロックなんだけど、ロックって俺嫌いな人いないと思うんだよね、だからロックの好きな奴は本当に、じゃあ生きるってなんだよ、教えてくれよ、だから取る、そういうことはさ、お前さ俺を面白がってんだろ、確かに人を好きになるってのはこんな気持ちだって教えてもらったのかもしれないよ、
もなんで、なんで死ぬってのにこんな気持ちになんなきゃいけないんだよ。なあ、なんでだよ。生きるって、生きるって夢中になるってことだと思う。え？だって普段みんな息してるのも忘れるくらい夢中じゃないですか。そういうの簡単に言うなよ。俺みたいにもうすぐ死ぬって言われた人間にとっては。私は別にウィッグとかなくてもいいんだけど、お母さんがどうしてもつけとけって。やっぱつけといた方がいいか。ごめん、お見舞いで来てるんだと思って、いつも楽しそうにしてるの見かけてたから。だって楽しいから。え、よいしょ。なぎさん、伊藤なぎさんいる？やだ、なんでこんなとこいるの？お父さんのお見送りに出てきたらちょっと辛くなっちゃって。休んでた。部屋戻ろっか。うん。車椅子使う？平気だと思う。ゆっくりね。うん、ありがとう。はい。あとちょっと。お母さんは？お父さんと一緒に出たの？うん、こっちに戻ってきてくれるときに新しい服買ってきてくれるって。あー、もうすっかり春だもんね。はい、ベッド下げます。はい。神谷さん。はい。もらいます。あ、お願いします。ほら、窓が全開で。あ、閉め忘れてた。ずっと休んでるんだ。学校にはほとんど行ったことない。え、いいの？勉強苦手だし。これコインと天秤ってやつ？そう、知ってる？コインの中の偽物を天秤何回かで見つけるって数学の有名な問題でしょ？やったことある？大学の授業で遊びがてらやらされた。懐かしいな。9枚はすぐ解けたけど13枚がちょっと手こずった。ここはなんかこうなるのが全然わかんなくてずっと考えてたんだけど。好きなんじゃん勉強。まあパズル代わり。お父さんが大学で数学教えてて、その影響っていうか。でも学校ってさ、友達とか。なぎちゃん、花瓶はこれでいいんだよね？うん、
それで。事情があって学校に行けない人なんていっぱいいるし、別に私だけが特別ってわけじゃないから。でもそれで楽しいの？野宮さん、どうして？いや、もっとしたいこととかさ。みんな退院しちゃったからもうできないな、あれ。これ？うん。そういうんじゃなくて？いや、俺もわかんないや。人を好きになる、愛し合う、それは自然に覚えた、誰かに教わった。きっと答えには気づけなくていい。だって毎日に夢中だから、息してることさえ忘れてるんだ。なんかいいな、私もあんな風になれるかな。死を相手にしちゃ何もかも無力なのかな。ほんとごめんね、わがまま言って誘っちゃって。いえ言い出したら聞かないからこの人は、うん、実はね、ひろちゃんに話があって。え、何ですか？ねえ、こっちの世界に戻ってきなよ。うちの事務所で面倒見るからね。いえ、私は。面倒ったって、一からオーディション受けてもらうことになるけど。もったいないよ、ひろちゃん。全然、私なんてもうダメですから。何年も離れてるし。そんなのやってみないとわからないじゃない。さえこさん、無理強いは良くないよ。誰かと幸せな家庭を築く人生だって悪かないんだし。別にアイドルにしようってんじゃないから両立はできるよね。トールさんとはそういうのじゃなくて。じゃあどういうの？価値観が合うっていうか。価値観？伊藤凪って詩人わかります？そこが共通点でね。うん。どういう詩なの？なんていうか、些細な日常の喜びっていうか、当たり前の毎日に夢中になれます。へえ、そうなんだ、すごいね。いや、違うと思う。え？相川さん、本当は分かってるよね。相川さんは自分の気持ちごまかしてる。その、
女優やりたいって気持ちとか。なんでそんなこと。見てればわかるよ。トオルさんに私の何がわかるの。ほらほら、こんなとこで血分けが。伊藤凪の死は慰めじゃないよ。じゃあトオル君はヒロちゃんがまた女優に戻りたがってると思ってる。やめてください。私もう嫌なんです。エゴのぶつかり合いっていうか、自分が何か表現することで傷ついたり傷つけたりすることが。いろいろあったのは私も知ってる。でもあの時死んでればよかったって未だに思うくらいです。何言ってんだよ。そんなこと言わないで。だってそう思うんです。本当に嘘だよそんなの。あの時死んでれば女優の相川博乃は一番いい時のままでいれたんだよ。だからそういうのをごまかしてるって言ってんだよ。大きな声出さないで。まだまだこの先時間はあるじゃん。何だってできるはずだよね。はいはい、落ち着け落ち着け。なんだよ、お前が泣いてんのかよ。嫌になる。相川さんと一緒にいると俺自分が嫌になる。よし、一回外出よう、ね、タクシー呼んであげて。忘れ物？いえ、私のです。そうなの。なくしてもいつもちゃんと帰ってくるんです。私朝日見たことない。え？言われて考えた。してないこととかやってみたいこと、まあ、そしたらこう朝日が地平線とか水平線とかからこうちゃんと登ってくるのを見たことないなって。確かに俺も見たことない。ああ、やっぱそんな人もたくさんいるよね。全然特別じゃなかった。あのさ、君と同じ名前の詩人がいるんだけど、もしかして読んだことある？ナギ、やばい、お母さんが呼んでる。じゃあまた今度。あ、じゃあお見舞いに。パジャマはお断りですから。え？入院したての頃みんなお見舞いにパジャマくれて憂鬱になった。ああそうか、私はこの先ずっと寝てるのかって。もうなぎ、どこかに出るときは一言言って。この前みたいにトイレで動けなくなったりとか、お母さんも嫌だからね。次はちゃんと言うから、ごめん。絶対よ、絶対。お嬢さん、お嬢さんどうぞ。ありがとう。どういたしまして。誰かに
ええ、生きてますよ、伊藤凪さんは。あの K って詩集の、ほら最近テレビとかで。うん、あれはこの病院に転院してきた時に書いた詩集ね。転院？だって4年も前に。彼女ね、子供の頃から血液の病気で症状が重くなってここに来たのが14歳の時。それまでも入退院繰り返してずっと病院暮らしだったから、高校は行きたいって頑張ってたんだけどね。
しかったの。え、ありがとう。どうぞ。ありがとうございます。あの、この子こんな風に見えますけど、見かけと体の中は違うんですよ。だからあんまり無理なことはしないから。大丈夫。そう、じゃあちょっと買い物行ってくるね。行ってらっしゃい。なんで？もう死んだことになってるよ、伊藤凪。死んだことにした方が本がたくさん売れるって言われた。お父さんも何冊か出してるんだけど、そのどれより売れたみたいだよ。それだけ？大事なことだよ。みんなに言葉を届けたかったから。私がここにいるってこと。ただパジャマを着て寝てるんじゃないって。新しい詩は書かないの？今は数字の方が楽しい。はっきり答えが出るから落ち着く。言葉は ざわざわしちゃう。私が設定してくれて。いいね。うん、大切な数字。そいつがさ、言うんだ。これがゼロになるまで好きにしろって。パジャマじゃないの持ってきたよ。これ。え？結構手に入れるの難しかったんだけど。Yeah!
ドイツ。え？赤の10番。あんなのがいいの？はぁ？何言ってんの？超いいじゃんね！ね、超いいよね！やばいよ！やめなさい！やめなさい！見た今の！超絶やばかったっしょ！超絶やばかった！かっこいいよね！では、出席を取ります。1番、伊藤渚。はい。では、渚に質問です。何でしょう。詩集タイトルの K って何？K とは気持ちの K です。なるほど、 K は気持ちの K だったんだ。でね、最近こんな公式を考えてみた。これは何の公式でしょうか。これ、凪が考えたの？うん。 I は私で、 Y は You であなた。ただし、 I は Y と同じにはならない。 I は私、 Y は You であなた。ただし、 I と Y は同じにはならない。なんだろう。ここでヒント。可能性、あと二人が近づく努力。それとこれ重要、この公式はトール君と出会ってからひらめいたこと。この3つです。可能性、俺と出会ってから近づく努力。ますますわかんない。考えてみて。ごめん、待たせた。遅いよ。ごめんごめん、ちょっと待ってね。乗って帰ろう。え？うん、結
構無理させちゃったからさ。どうしたの？私やっぱり朝日が見たい。それにお腹すいた。トオルくんは？ん？したいことないの？いいんだよ、俺は別に。好きな人いるんじゃないの？え？好きな人いるって言ってた。いないよ。俺そういうの分かんないから。あ、私料理してみたい。ん？何？料理してみたい。わかった。あと呼んでほしい人がいる。誰？教えてよ。あー、危なかしくて見てられない。じゃがいも回すんだからね。じゃがいも回す、包丁振り回すんじゃない、じゃがいもを回すの。じゃがいもを回す。ここ、そう、はい、ちょっと返して。はい。ほら。おー、いいね。よいしょ。もうこの年まで一体何してたの？ずっと寝てたのかな。おばあちゃんになるまでは一品料理、なんか得意料理作っとかないとね。急がない。トール。ん？あのさ。こんばんは。いらっしゃい。もうすぐでできるから、どっか適当にこの辺座ってて。こんばんは。はじめまして、伊藤凪です。ああ、こんばんは。伊藤凪。あのって言っても、あのじゃないだろ。いや、あのだよ。あのです。は？生き返った。生き返ったって。
びっくりした。びっくりした。え、本物？さあ、いやさあってちゃんと説明しろお前。うまい。ナミちゃんめっちゃうまいよ。いや本当に料理初めて。達也君褒めすぎ。でも料理の感がいいのは認めざるを得ないな。いや俺も食べてみる。うん。うまいだろ、うん、だろねえうまいよねかなぎちゃん、いいお嫁さんいけるよ何それかなぎ食べよなに、どうしたの、うん、あ、うん、もう、なんだよ急に、そんな顔してあんたは病院通ってるんだって。保険会社から連絡があった。そうじゃなくても分かる。顔とか声とかで。心配しなくていいよ。あんた母さんにおかしな気使ってんじゃないだろうね。なんだよそれ。あんた昔っからそう。一番辛い時こそ何にも言わない。心配されたってどうにもなんないしね。だいたい死ぬ時なんてみんな一人なんだし。そうだ、もしヤバいってなったら姿消すよ、猫みたいに迷惑かけないように。それってゾウじゃなかったっけ。いや猫だよ。いやゾウだよ。猫。そうですよ、絶対猫。絶対ゾウです。なんで絶対って言える。トール君間違ってる。そんなのは優しさじゃない。余計にお母さん悲しませてる。あのさ、なぎちゃん、トールはトールなりに。トール君は一人なんかじゃない。そうでしょ。そうですよね。当たり前だよ。トール、あんたのその命は私が産んだんだ。勝手に死なせるような真似はさせないよ。ほら怒られた。本当のこと言う。暗い気持ち
出してあげる。ありがとう。ねえ、伊藤凪はもう詩は書かないの？自分こそまた音楽始めればいいの。俺はもう十分面白おかしくやってるから。バンド解散してやけになってるだけなんじゃない？そんなんじゃねえよ。文化祭のスターだったんだよ。聞いてみたい私も。まあ伊藤凪が詩書いてくれるなら曲作ってやってもいいけど。大丈夫。これ。いいよ。行こう。じゃあ。じゃあな。影踏みができるよ。ほっ。よっ。いや、踏みすぎだって。どうしてもう詩を書かないの？胸がざわざわする。私が死んだことにしてもらったのには他にも理由があって、詩が書けなくなった。あの一冊が精一杯。ただ死ぬのを待つだけで、もう言葉なんて出てこない。俺には届いたよ。あれは凪の言葉だった。
つか書いてよ。凪、もうすぐだよ。凪、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 海岸沿いの通りまで出ます。早く、お願いします。今もう行きます。君には私たちが凪をベッドに縛り付けているように見えるかもしれない。でもね、一日でも長く生きていてほしい、そう願う私たちの気持ちも分かってほしい。でも俺、凪さんに。お願いだから娘にもう近づくな。これでも優しく言ってるつもりだ。俺、頭がおかしくなったかもしれない。凪が無事でよかったって思うけど、それ以上に朝日を見せてやれなかったことが悔しいんだ。おかしいよな。何もおかしくない。気づいてないみたいだから教えてやる。お前はな、凪ちゃんのことが好きなんだよ。あの時
お前は相川博之に運命の出会いをしたと思ってた。でも伊藤凪と出会ってたんだな。よかったな。お前にしちゃ上出来。じゃあ行ってくるね。楽しかったね。この前すごく楽しかった。次はどこ行く？どこにだって行けるよ、俺たち。別な日は一日あればいい。お父さんもお母さんも病院の人もみんな私がいなくなったら悲しんでくれると思う。だからそれまではもう悲しくなんてさせない。特別なんかじゃないよ。お互いの役のイメージなど話しかけていただいて、北さんにはとても感謝しています。5年ぶりに女優業に戻るきっかけは何ですか？
世界には二度と戻らないと思いました。復帰には勇気がいりました。でも好きな詩に出会ってその言葉に背中を押してもらいました。すぐに呼ぶんだよ。うん。最近病院は？検査だけ、たまに。そっか。なぎちゃんとは会ってないの？これさ、なぎが考えた公式。なぎが俺に投げかけた数学の問題。K って気持ちの K です。途中までやってみたんだけど、 I は私で、 Y は U であなた。ただし I と Y は同じにはならない。で、可能性と二人が近づく努力、それとトール君と出会ってからひらめいたことの三つがヒント。うん、さっぱりわかんねえ。なぞなぞだな。なぞなぞ？なんかよくわかんないけど、K って気持ちだろ？うん。I と Y も二人の気持ちじゃね？だから、こっちが私で、こっちがあなた。で、お互い近づくと気持ちも近づく、みたいな。何ちって。I と Y が近ければ近いほど K の値は大きくなる。二人が努力すれば近くなる。可能性も大きくなる。そっか。そうだったんだ。俺と出会ってから。この公式は凪が俺に伝えたい言葉なんだよ。数字じゃなくて気持ちの答え。これはメッセージなんだよ。何これ？無限大？凪は二人だったら乗り越えられる。俺たちの可能性は無限大だって伝えたかったんだ。you
凪。俺凪が好きだ。明日朝から天気が良さそうなんだ。何してるの？どこか行く気？ごめんなさい。時間がないんです。どうしてそんなこと言うの？あなたのことは知ってる。聞いた。だからこんな無茶しないで、もっと時間を大切に考えて。別にしてます。生きるって時間の長さだけじゃないと思うから。その格好じゃいけないでしょ。それだけ言わせて。お母さんはあなたを愛してる。
ごめん。本当に見せたかったのはこんなんじゃなくて、私の手握ってくれてありがとう。これ、なぎちゃんのご両親が野宮さんにと。でも野宮さん今目の方があんまり。だから坂本さんにって。好きだろ音楽。ああ。カウントゼロまで好きなことやるって決めた。二人で。
乗れ。よかった病室にいねえし、また下向いて飛び降りるの考えてたらどうしようかと思って。今日は調子いいんだ。できたよ。しょうがねえから歌ってやろうと思ってさ。マジ大サービスだから、こんなこと二度とないと思うよ。大体さ、もう曲なんて作る気なかったんだぜ俺。まあでも、ありがとな。届くかな、みんなに。お疲れ様。一緒にお昼食べません？じゃあ俺一旦楽屋戻るから。相川さん、スタッフの人からいつもここで勉強してるって聞いて。あ、座ってもいい？この曲知ってる？伊藤凪の詩なんだって。え？相川さんが好きだって聞いて、あの伊藤凪の詩集買って読んだりしたんだけど、なんかこの曲の伊藤凪は違うんだ。聞いてみる？やるぞ。ねえ大好きな君へ、笑わないで聞いてくれ。愛してるだなんて臭いけどね。だけどこの言葉以外伝えることができない。ほらね、またバカにして笑ったよね。君の道はここでよかったのかなんてわからないけど、ただ泣いて笑って過ごす日々に隣に立っていれることで僕が生きる意味になって、分かり合うための時過ごしたね。
間を過ごしたね。僕ら二人日々を刻み作り上げてきた思い募り、下手くそな歌を君に送ろう。めちゃくちゃ好きだと紙に誓おう。これからも君の手を握ってるよ。僕の声が続く限り、隣でずっと愛を歌うよ。年をとって声が枯れて、来たらずっと手を握るよ。ただありがとうじゃ伝えきれない、泣き笑い悲しみ喜びを共に分かち合い生きてゆこう。いくつもの夜を越えて、僕は君と愛を歌おタツヤ、完全復活だな。バンド解散した直後なんてお前おかしかったもんな。自暴自棄というか、残りの人生面白おかしく生きるなんて宣言して、もう死ぬみたい。人なんてみんないつかさ。でもやっぱりタツヤはこうでなくちゃな。ああ、間に合ってよかった、あいつのおかげ。間に合う、何か？じゃあな、行くわ。おう。